昭和60年は新春早々の米ソ外相会談を皮切りに11月の首脳会談へと緊張緩和への模索が続く中で、各地の地域紛争は解決の兆しもないまま、極東ではソ連軍の一貫した増強が続くなど、軍事情勢は依然として厳しいものであった。1月25日、中曽根首相は第102通常国会で施政方針演説を行い、我が国の総合的な安全保障の観点に立っての防衛力の適切な整備について述べ、平和憲法の下で専守防衛に徹し、非核三原則とシビリアンコントロールを堅持し、近隣諸国に軍事的脅威を与えないという方針の下、日米安全保障体制の円滑な運用を図りながら、必要な限度で質の高い効率的な自衛力の整備を進めていくことを明らかにした。さらに3月25日の衆議院安全保障特別委員会で、加藤長官は我が国の防衛政策について所信表明を行い、防衛計画の大綱に定める水準を可及的速やかに達成する必要があると述べるとともに、防衛問題について国民の理解と協力を求めていくことを明らかにした。5月9日から1週間、夏目事務次官は4つの近代化を目指す中国国防部の招きに応じて中国を訪問し、張愛表国防相らと意見を交換した。第21回自衛隊高級幹部会堂は5月29日、中曽根首相を迎えて開かれた。席上首相は、平和の維持を可能にする国際環境づくりの必要性と、総合的な政策の中での防衛政策の重要性について述べるとともに、現在の自由で平和で豊かな日本を次の世代に引き継ぎ、子子孫孫までの繁栄の礎を確保するため、我が国の平和を守り続けるよう訓示した。続いて加藤長官は、バランスの取れた防衛力の整備を目指し、国民の一層の理解と支持を得ながら、盤石な防衛体制の礎を築く決意を明らかにした。6月7日、加藤長官はアメリカへ出発、ワインバーガー国防長官との定期協議に臨み、今後とも防衛努力を着実に積み重ねていくことを表明。米国側は支援と協力を惜しまないとの意向を表した。また政策担当者間の交流について同意し、その一環として11月22日から矢崎事務次官が訪米した。政府は9月18日の国防会議と臨時閣議で、昭和61年度以降5年間を対象とする中期防衛力整備計画を決定した。この計画は政府の責任において防衛力整備の中期的な方向を示すもので、防衛計画の大綱に定める水準の達成を目標としたものである。この政府決定の後、9月29日に訪米した村上政務次官は、ワインバーガー国防長官らと会談し、意見交換を行った。部隊、基地、装備にも新たな動きがあった。航空自衛隊では3月2日付で、ニュータバル基地の第204飛行隊が百里基地へ移動し、新しく F-15 戦闘機に機種更新して首都防空の任に就いた。これに伴い百里の第301飛行隊はニュータバルに移動した。航空自衛隊の次期中東練習機として開発を進めてきた XT-4 の試作機は4月17日ロールアウト。7月29日、岐阜基地で初飛行に成功。12月12日、技術研究本部に納入され、引き続き技術実用試験を実施することとなった。
海上自衛隊では初の潜水艦救難母艦千代田が建造され、3月27日引き渡し式と自衛艦機授与式が行われ、高性能の深海潜水救難艇を装備した初の潜水艦母艦として就役した。さらに10月16日には護衛艦朝雪が進水したほか、潜水艦朝潮をはじめ昭和60年には各種の艦艇が進水した。陸上自衛隊では3月25日鹿児島県仙台市に仙台駐屯地を開設した。第8師団の後師団化の一環として開設されたものである。一方、北海道では7月15日静内分屯地が陸上自衛隊130番目の駐屯地に昇格した。第4対戦車隊は7月7日鹿児島県の佐田対空射撃場で79式対舟艇対戦車誘導弾による初の海上目標射撃を実施。10マットは誘導用ケーブルを引いて飛び、見事に命中した。7月20日対潜哨戒機 P3C3 機が厚木基地から八戸基地に飛来し、北の守りについた。これは昭和60年度新たに海上自衛隊第二航空軍に配備された P3C の第一陣である。航空自衛隊は陸海自衛隊と共同作戦を実施する際の体制を整備するため、10月1日三沢基地の第3航空団に航空支援隊を新設。また同日、固定のレーダーサイトの機能を補い、警戒管制組織の戦闘継続能力を強化するために第6移動警戒隊を浜松南基地に、第7移動警戒隊を美保基地にそれぞれ新設した。千歳基地の F4 戦闘機部隊の第302飛行隊が那覇基地に移動、11月29日第83航空隊の米下部隊として編成を完結し、12月16日から対領空侵犯措置任務に就いた。これにより最後の F104 溶液戦闘機部隊だった第207飛行隊は沖縄において丸4によるスクランブル999回の輝ける実績を残して第一線から退いた。また同じく那覇には隊員の士気の高揚や地域住民との親和を深めるための演奏活動を行う南西航空音楽隊が新編された。陸上自衛隊の日米共同指揮所訓練山桜7は日米共同訓練のトップを切って1月21日から北海道千歳地区で実施され、日米の部隊相互間の調整要領を演練した。陸上自衛隊はその他各種共同訓練を日本国内とハワイで行った。海上自衛隊の60年度米国派遣訓練に参加した部隊は5月22日から6月4日にかけて南カリフォルニア西方海域で米国海軍と洋上訓練を行った。その他海上自衛隊は
日本周辺海域で各種共同訓練を行った。航空自衛隊も戦闘機戦闘訓練等の共同訓練を行ったが、指揮所演習としては12月5日から13日まで府中、三沢、横田の3基地を使って共同して航空作戦を実施する場合の相互の調整要領を中心に指揮幕僚活動の演練を行った。14回目を迎えた統合演習は、渡辺統幕議長を統帥官に初めて中央指揮所を使用し、2月12日から3日間図上演習を実施、陸海空3自衛隊の調整要領を訓練した。海上自衛隊の60年度遠洋練習公開部隊は6月3日長官や海上幕僚長の激励を受け、5ヶ月間の訓練航海に出発。オセアニア、東南アジアを回る実地航海を通じて海上防衛の決意を新たにした。60年度海上自衛隊演習は古賀自衛艦隊司令官を統帥官に、10月5日から10日間太平洋、九州沿岸および東シナ海の海域で実施。艦艇約110隻、航空機約130機、人員約2万3000名が参加し、海上作戦全般について演練した。期間中、小笠原諸島周辺海域で米国海軍との共同訓練も行った。陸上自衛隊の多方面区演習は7月15日から8月25日の間行われ、第6師団が各輸送手段を用いて北海道八重洲別演習場へ移動し、師団演習等を実施した。60年度陸上自衛隊演習は中村陸上幕僚長を統帥官に8月25日から3週間実施。陸上自衛隊の9割を超える14万名が参加し、防衛作戦準備について総合的に演練した。60年度航空総隊総合演習は古賀総隊司令官を統帥官に、9月9日から26日まで全国の基地と訓練空域で実施。この演習は実動演習および指揮所演習からなり、隊員約3万名、航空機約430機が参加した。60年度航空総隊組織戦闘協議会は11月1日から8日間千歳、三沢両基地を中心に5つのチームが組織戦闘の技を競い、北空チームが優勝した。加藤長官は若さと行動力で努めて第一線に赴いた。まず1月13日には陸上自衛隊の第一空挺団の降下訓練始めを視察。ついで1月17日厳冬の北海道に飛び、航空自衛隊千歳基地などを視察し、日夜北の守りを固める部隊を激励した。5月17日には三沢基地を視察。また
同基地内の米空軍も日米共同の観点から視察した。海上自衛隊では江田島などのほか、12月5日には佐世保地区を視察した。このように加藤長官は部隊隊員と接することに努め、1年間に17回約50の駐屯地などに足を運んだ。60年における人事の動きの主なものとしては、6月25日付で夏目春雄事務次官が離任、矢崎伸二防衛局長が第17代事務次官に着任した。また8月1日付で吉田学海上幕僚長が離任し、永田博自衛艦隊司令官が第16代海上幕僚長として着任した。12月末に内閣改造が行われたが、加藤長官は引き続き防衛庁長官としてその重責を果たすこととなった。村上政務次官は内閣改造に伴い離任、新たに北口博士衆議院議員が着任した。昭和60年も外国から国賓や公賓の来日が相次ぎ、防衛庁ではこれに際して特別儀仗を行った。6月19日バングラデシュのエルシャド大統領が国賓として来日。7月1日イランのラッサンジャニ国会議長が公賓として来日。11月28日にはインドのラジブ・ガンジー首相が来日。10月7日西ドイツのウェルナー国防相が来朝し、加藤長官と会談。世界の軍事情勢について両国の認識が一致し、日独間の人的交流や情報交換を活発化させることとなった。防衛医科大学校第6期学生の卒業式は加藤長官出席のもと3月10日来賓多数を迎えて行われた。防衛大学校本科29期理工学研究科22期学生の卒業式は中曽根首相出席のもと3月17日ティシェー在日米軍司令官などの来賓を迎えて行われた。首相は社会問題や国際関係についても研鑽を怠らず、豊かな執権と幅広い国際感覚を備えてほしいと述べ、幹部自衛官への晴れの門出を祝福した。また防衛大学校では4月5日村上政務次官を迎えて本科33期理工学研究科24期学生の入校式が行われた。防衛医科大学校の入校式は4月15日に行われた。今年から女性に門戸が開かれ、8名の学生が晴れの第1期生として入校した。高等看護学院では5月11日新入生に対する待望式が行われ、厳粛な雰囲気の中で看護の修学に精進することを誓った。10月23日から4日間防衛医科大学校と高等看護学院の学生が合同で行う並木祭が所沢のキャンパスで開かれた。防衛大学校の第33回開校記念祭は11月7日から4日間横須賀のキャンパスで行われた。昭和60年も各種の部外協力などを行った。2月7日から始まった第36回札幌雪まつりでは
第11師団などが活躍。中国瀋陽の龍王門やタイのエメラルド寺院と王家御座船は国際親善にも一役買った。第40回国民体育大会では2月に群馬県で開催された冬季大会に陸上自衛隊が協力。国体の夏季大会、秋季大会では海上自衛隊も一部加わり、国体の運営に重要な役割を果たした。8月24日から12日間、世界103カ国のワコードが参加した第13回ユニバーシアード神戸大会は陸上自衛隊が協力。3月17日から9月16日まで筑波で開かれた科学万博では、陸海空音楽隊のダイナミックな合同演奏などが20回以上も行われ、大勢の入場者を楽しませた。また7月27日から山口県徳山市で開かれた海洋少年団全国大会を陸上自衛隊と海上自衛隊が協力した。海上自衛隊の砕氷艦しらせは第26次南極観測協力の任務を果たし、4月20日5ヶ月ぶりに帰国した。そして11月14日には第27次南極観測協力の任務にあたるため、観測隊員と物資を乗せ南極を目指して3度目の航海に出発した。12月上旬、しらせは南極の氷海に閉じ込められているオーストラリア船ネラ団号の救出要請を受け、直ちに急行し救出した。4月28日、東京練馬で民家の建築現場から250キロ不発弾が発見され、東京都からの要請によって第一師団が出動し撤去作業に当たった。8月12日午後6時25分、日本航空第123便のエマージェンシーコールをキャッチ。航空自衛隊は F4 戦闘機2機を緊急発進させる一方、陸上幕僚長は東部方面総監に災害派遣準備を命令。航空機事故に対するものとしては最大の災害派遣がこうして開始された。翌13日、御巣鷹山の墜落現場に空挺隊員がリペリング降下して遭難者を捜索、生存者4名を救出した。その後、陸上自衛隊と航空自衛隊の災害派遣部隊は地元消防団、警察などと協力して、急峻な地形と真夏の太陽が照りつける炎天下という困難を克服し、遺体の捜索、収容などの作業を実施した。また相模湾で試運転中の護衛艦松雪が墜落機の垂直尾翼の一部を発見し、事故原因の究明に貢献した。さらに後方部隊の活躍も目覚ましいものがあった。この災害に派遣された人員は約5万2000名、車両約7800両、航空機は約1200機に上った。
全国から激励が寄せられたこの災害派遣に対し、総理大臣及び運輸大臣から感謝状が贈られ、加藤長官は陸海空の部隊に一級少将を授与し、労をねぎらった。7月26日から3日間にわたって現代の海上戦の一端を一般に公開する自衛艦隊の60年度展示訓練が伊豆大島の東方海域で実施された。陸上自衛隊の60年度富士総合火力演習は9月23、24日の両日、東富士演習場で実施され、国会議員、米軍関係者、一般招待客などに現代の陸上火力戦闘の様相が紹介された。10月20日航空自衛隊入間基地では、自衛隊記念日の記念行事の一環として、小中学生や一般市民が体験飛行を楽しんだ。自衛隊音楽祭りはマーチングフェスティバルと銘打って、11月15、16の両日、森田健作をゲストに迎え、日本武道館で開催された。音楽隊のドリル演奏のほか、数多い見せ場が満員の観衆を楽しませた。観閲式は10月27日秋晴れの朝霞訓練場で行われた。観閲官の中曽根市長は、隊員一人一人が国民と共に生き、共に悲しみ、共に喜ぶ気持ちを心の奥に固く持ち、我が国の平和と繁栄を支えているという誇りを強く抱いて、国民の負託に応えてほしい旨訓示した。昭和60年は中期防衛力整備計画の政府決定という画期的な年となり、また我が国の防衛の在り方についての議論も活発に行われ、国民の関心はより深まった年であった。このような中で、国民の期待に応えるため、国民と共に歩む自衛隊として使命を強く自覚し、より盛況な自衛隊を目指して一層の努力を続けなくてはならない。